はいどうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトコマです。前回の動画ではジャパンプロボディービル212、こちらの出場選手について簡単にご紹介をしていきましたが、今回はメンズフィジークでございますと。メンズフィジーク、これが出場リストになっております。やっぱりボディービルよりもね、人数は多いなというところなんですけれども、まあ、日本人は全部で4名ということで、ほとんどが、海外からの選手になっております。だからもう日本でやる大会だけどね、海外大会みたいな感じじゃないでしょうか。まあ予想通りと言いますか、アジア圏からのね、参加が多いんですけれども、中にはアメリカからの、選手もおりましたと。まあほとんどの選手がですね、オリンピア出場経験っていうのはないんじゃないかなと思っております。で、今回は、まあその日本人選手がやっぱりね、優勝して、欲しいわけですよ。日本でやる大会だし、ここで優勝すれば、日本人オリンピアンが、まあ、誕生するわけですから、まあ、やっぱ同じね、日本人としては、日本のこの4選手が勝ってほしいというところで、まあ、その優勝を阻むって言い方は良くないかもしれませんが、まあ、こう、立ち塞がるんじゃないかなと思う、まあ、そういった方々のご紹介とともにね、日本人選手も改めて誰が出るんだろうというところを簡単に見ていければなと思っておりますと。各選手細かいアップデートなんかはね、それぞれまた別の動画でやりたいと思いますので、まあ、今回は簡単にご紹介というところで、とどめさせていただければと思います。で、まず海外のね、その立ち阻むであろう選手たちの話なんですけれども、チェボンソクということで、まあ出るとね、いう話は出ておりましたが、もう出場リストを見て、改めて出てくるのかチェボンソクということでね、まあ一番の強敵でございますと。まあ戦績だけで言えば彼が優勝候補、彼が優勝して何もね、こう違和感のない、まあそれぐらいの選手ですと。まあ今年のアーノルドクラシックオハイオ、IFBB プロ界でね、2番目にでかい大会と言われるこの大会ではトップ5に入っておりますと。まあアジア人としてはこれはすごいね、結果なんじゃないかなと思いますし、すでに今年のオリンピアも決めておりますと。もうここ数年は毎回オリンピアに出るようなね、もう素晴らしい選手。まあこのアジアの中でも、まあトップナンバーワン候補と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。韓国の中ではナンバーワンフィジーク選手であることは間違いありませんと。だからまあね、すごい怖い男なんですよ。ただまあ強いて言うのであれば、オリンピアがね、1ヶ月ちょっと後に、まあ控えてくるわけなんですよね。で、そうなってきた時に、まあコンディションはもう外してないと捉えるべきか、オリンピアに 100% を持ってくるのであれば、まあどうだろう、このジャパンプロで果たして彼は 100% で出てくるのかどうか。まあこの辺かなって思ってます。で、まあ正直、こっからね、阻むであろう選手をって話をしたんですけど、チェボンソクぐらいなんじゃないかなと、ハトクマは思ってます。なので、チェボンソクさえ倒せれば、まあ、エドワード加藤さん、佐藤翔吾さん、あとはファルークさん、夏木選手ですね、が、まあ、誰かが優勝して、日本人3人目のオリンピア出場選手が誕生する可能性、かなり高いと思ってます。まあ、今回のこれですね、またメンズフィジークの選手リスト戻りますけど、ちょっとわからない選手も多いんですよ。全然なんか出てこなくて。なので、まあ、そういった未知の選手が、まあ、半端ない体で出てくる可能性もあるので、絶対ではないですが、可能性はかなり高いんじゃないかなと思っておりますと。しかしま、他の選手でもね、結構怖い。あとはま、見るのが楽しみな選手はおりますと。例えば、こちらの選手、台湾の選手なんですけれども、チェン・ジャンシンという選手で、田口淳平さんが出られたナチュラルプロという大会に出られていた選手ですと。まあ、そこで準優勝を飾っていて、100% ナチュラルというね、まあ、選手なんですけど、まあ、バランス、アウトライン、逆三角形が非常に美しく、筋肉のこの動かし方っていうのかな、コントロールが、半端ない。マッスルコントロールが、もうすごいような、まあ、選手ですと。ポージングでこう腹筋固めてもね、いろんな筋肉がもうガチッと固まったらそこから動きませんというような、まあ、自分の見せ方を熟知しているんじゃないかなというような、選手ですね。まあ、サイズというところで、エドワード加藤さんとか、ファルークさん、佐藤翔吾さん、夏木選手は正直ちょっと未知数なところがあるんですが、負けるってことはないんじゃないかなと。むしろね、サイズ自体はこのチェンジャンシンよりも上回ってるんじゃないかなっていうところで言うと、まあ、アウトラインとかポージング、あとはま、コンディションっていうところもかなりバキバキでね、前回の大会も出られていたので、まあ、こういったところで、ま、順位がもしかしたらこうね、変わってくるかなと思うんですが、
で、もう一人がベトナムのトゥアン・アン・チャンという選手になりますと。で、まあこの方は東京プロで一応エントリーしてたんですけど、まあ何かあったのかな、まあ出れずに、まあ今回ジャパンプロでエントリーしておりました。で、この選手はマッスルコンテストフィリピンっていう大会に10月出られていて、そこで準優勝に、なってます。で、優勝したのがこれ右にいるね、ジョーベン・サガバインっていうめちゃくちゃやばい選手。まあジェレミーの弟子なんですけど、ですと。で、まあこの選手のバックポーズがわからずフロントポーズだけなんですが、この体を見た時に東京プロにもし出てたら怖かったなって思ったんですよ。で、今回ジャパンプロ出てくるじゃないですか。だからまあこの選手も、まあどうだろうなっていう、そのタイプ的には日本人で言うとこの広川さんみたいな、もう筋肉の丸っこさがとにかく前面で目立つようなね、選手なのかなって思うんですよ。まあ実際に並んだ時のボリューム感っていうのがどれぐらい違うのか、まあそこかなっていう風な気がしてますとか。まあ、今紹介したね、3選手ぐらいかなって思ってます。皆様他にもね、海外の選手は本当にあと、何人も出るんですよ。10人ぐらい他出るかなっていうぐらい出るので、まあ、この人楽しみとかね、この人が勝つんじゃないかとかいう方いたら、ぜひコメント欄に、書いてください。見るの楽しみっていうのだと、リールスワンとかも出るので、すごい楽しみなんですけど、まあ、優勝を、日本人のね、そこを、こう、壁として立ち塞がるのはこういった選手になるんじゃないかなと、勝手に予想しておりますと。あくまでハトクマのね、勝手な予想でございますが。ということで、ここからはですね、日本人の、選手たちを最後簡単に見ていきたいと思います。まずお一人目は、なんて言ってもエドワード・加藤さんと、直近の東京プロでは準優勝、日本人の中では一番ね、戦績を作っており、まあ、今大会優勝候補に見ている方も多いんではないでしょうか。ジャパンプロの前には、コーチであるミロシコーチのね、ところにアメリカ急遽行きまして、まあ、ポージングだったりとかいろんなところを改善させてきていることを期待されておりますと。そしてもうお一方が、佐藤翔吾さんでございますと。前回の大会でトップ4にね、入っており、バックポーズの完成度なんかは日本人の中でもトップクラスなんではないかと。そして今回、出る中ではね、唯一海外の大会にも出られておりまして、そこでもしっかりとね、トップ10に入るという自信も今回身につけており、インスタグラムの画像なんでね、まあ大会の画像ではないから、まあ実際は変わるかもしれませんが、前回大会よりもでかいんじゃないかというね、期待もある佐藤翔吾さん。そして、ファルークさんでございますと。ファルークさんに関しては東京プロの時ですね、海外のアリエル・カッツ・アルベルトっていうね、すごく有名なコーチをつけていたんですが、まあ、調整がちょっとうまくはまらなかったのか、若干コンディション甘く見えてしまった東京プロから、コーチをプロカードを取られた時の、岩香コーチに戻しまして、絞りの方もかなり期待できるのではないかというところで、楽しみでございます。そして、4人目、最後。宝村夏樹選手ですと。日本人現在プロとしてね、存在している方々の中では最年少。ここで優勝してオリンピアを決めれば日本人最年少というところでね、まあ、非常にどんな体なのかというのが、まあ、楽しみ。本人も、まあ、どこまで戦えるのかが楽しみとおっしゃっていましたが、こんだけのプロ選手が並んでくる中で、5月にプロを取ったばかりの選手が、どんな戦いを見せるのか、そして5月の時と比べてどんな体の変化があるのか、ここはもういろんな意味でね、楽しみでございますと。ということで、まあ、本日はですね、メンズフィジーク出場選手の中で、まあ、日本人の選手の簡単な紹介もそうですが、そんな日本人の優勝に期待がかかっている今大会、海外の選手でそれを阻むんじゃないかという強敵たち、そんな紹介をさせていただきました。個別の日本人選手のアップデートなんかは、今日この後とかね、まあ、他の人か、いろいろね、直前やっていきたいと思いますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。ということで、今日の動画はここで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。よければ皆様の感想等ですね、概要欄とかコメント欄にガイドライン設けてはおりますが、どしどし書いていただければと思います。また、ハトクマチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。そしてこの動画の高評価も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それでは、バイチャ。